まあ様子は変わりないと、はい、まあ、まあまあ元気です。書いてますかね、こっちの耳。書いてる様子はないですか。でもだいぶ毛がなくなってるから似てないところでは書いてるかもしれませんね。ペンチ入れるとなんか濡れてるのが気になるのか、砂浴びとかでこすっちゃう。あ、こすっちゃう。でもペンチは1回ですよね、はい。まあ入れたらちょっとあの中に薬が入るようにしといて、あ、増えてるのはちょっと拭いてもらって、うん、拭いてください。ちょっとあのいきなり拭かないでね、ちょっと入れてもう用意してそれから拭いてくださいね、はい、耳とさ腫瘍お腹全体と、ね、うんちの数が少なくなってくる可能性があるんですよ。そしたらですね、流動食があるんで少し流動食をやった方が頑張れるかもしれません。さすがにちょっとめっちゃ攻めてくるけど、ピークは8月18日の60、54、56、54、52、55。ピシュピシュしてるし、うん、食べてる量はまあまあ食べてる感じします。あんまり食べなくて半分くらいになってきてるんですけど、はい、お野菜とかナッツとか種はよく、はい、よく食べてます。こちら大名も食べてる。2週だからどうしような。まあ、ステロイドも2週経ったから下げます。でもこれもまたちょっと様子見て増量する可能性もあります。目薬がなくなっちゃったので、あ、目薬はじゃあまだしてくださいね。特に右足とかんと、うん、はい、右足とかんとちょっと待ってね。背中かけるよ、つけるよ、うん、こういう子は、ね、直せって言われても直せないから生活の質を高めながら頑張ってもらいます。嫌ですね。いいよ。はい。ごめんね。
じゃあ飲み薬と、目薬ね。ビチャビチャになって。健康チェックファンスまで、ありがとうございます。コピーしていきます。じゃあ、いただくよ。カリオ、寝るか。あ、これね。ビチャビチャ。じゃあ今用意しますのでね。